はい、どうもしんしんです。皆さんズームズームしてますかということで、とうとうね、とうとう来ました。第3のね、第3のキーケースが一番最初にね、白いね、キーシェルを気に入ってすぐポチりまして、それアマゾンだったので翌日届きましてね。でその後赤いねレザーのキーケースね、これもともといいなと思ってポチってたのが後から来まして、あ、それもいいなというところでね、この間動画作らせていただきました。そして、3つ目がね、こちらバニラさんね、この間も紹介しましたけど、シンシンさんおはようございます、はじめまして。自分もプレスポレットの、納車待ち状態で、いろいろ社外品をポチポチしています。その中で自分のキーケースを紹介させてください。井の倉レザーさんのオールハンドメイドですということでね、こちらね、この写真をね、ツイッターでいただいて、これはということでね、めっちゃいいわということで、すぐね注文しちゃいました。第3のねキーケースを。これちょっとでも値段がね7000円ぐらいしちゃうので高いんですけどもね、高いんだけどさ、ね、私人柱になって皆さんにお知らせするというね、使命があると自分に言い聞かせてね無駄遣いじゃないって思いながらね注文しました。でとうとうね、来ましてね、今日ご紹介させていただきたいのですが、まあその前に井の倉レザーさんのに関連したね、コメントを紹介、ちょっとね紹介させていただいてから、開封動画を行きたいと思います。まずはね、カズワンさんね、井の倉のレザーケース井の倉のレザーケース私も使ってます。オプションで、背面刻印入れたのですが、ネットで見かけたどうなったかがデザインした CX60 のシルエットと CX60 の文字がいい感じだったので、注文時に CX60 の車のシルエットと、その下に CX60 も文字を入れたいい感じのデザインでと曖昧なお願いをしたら、できますよと回答が来て、ネットで見かけたどなたかのとそっくりな刻印が入ってきましたと権利問題とか面倒なことになったら嫌なので、写真で紹介することはできません。高いだけあって物はとってもいいものですよということでね、まあネットで見かけたねデザイン同じのを頼んだらできるということで、まあそれをね私がこう紹介したりするとあまり良くないかもしれないのでということでしょうね、おそらくね、うん、まあいいよね、そういうなんかわがままというか、なんというか、言ってみれば大体聞いてもらえるんじゃないかなっていう雰囲気がありますよね。私は注文した時はね、ちょっとね、このことをカズワンさんのこのコメント来る前だったので、ちょっとよく分かってなくて、まあ、文字だけのね、やつを注文してしまったんですけど、ちゃんと詳しく書けばね、対応してくださるというようなことですので、もしね、これから注文される方はちょっと参考にしてみてください。はい、くださいな。ありがとうございました。そして、ゆうゆうゆうきさんね、一番ってこの福男のコメントに、井の倉レザーさん、めちゃくちゃ良いですよと、僕も前車と前々車の CX5 用と嫁の ラパンモード用とで、3回ほど購入しました。カスタマイズもいろいろしてくれるので自分だけのキーケースにできますということでね、今回はまたまたご紹介いただいてしまった純正キーシェルを生かすために、まだ購入できしてませんが、僕もおしゃれの一環で買っちゃおうかなと。ちなみにキーシェルにはスマホを守るくんをバッチし塗ってますということで、まあ一回紹介させていただいたんですけども、このねコメントですけども、これね、これみんなねやっぱりちょっと気になってるんだよね。ありますよね。わかります、すごく。そして、H さん3番、自分もキーシェルか井の倉レザーでキーケース作ってみようかなということでね、H さんね、お待ちしておりますせお待ちしておりますせはい。そして、丸宮さんね、社外キーケース特集は僕には酷です、純正キーシェルがあるからつけれないと、こうなったらこのまま、行くしかないですと、それにしてもレザーのやつはかっこいい、買ってしまいそうだということでね、この後私コメントで、どうですかっていう話をね、させていただいて、その返信がね、スインシンさんレザーは本当に沼ですね、煽られると欲しくなっちゃうということでね、今日このもしね見ていただいてたとでいただいてるとすればね、また欲しくなっちゃうかもしれませんけども、最後まで見てねよろしくお願いします。はい、ということで、続いて、
藤俊君さんね、しんしんさん、こんばんは、ハマってますね、沼にどっぷりと、イノクラレザーいいですよね、この前イノクラレザーの YouTube を見てました、CX60 のキーケース紹介、されてました、優勝オプションで車のシルエットも社名と一緒に入れられます、その時の動画に出ていたのは CX60、 その上に車のシルエット CX60 の下にインライン6って入れてました、めっちゃかっこよかったです、僕も頼んじゃおうかなということで、お待ちしてますいいよね、そのデザインパクってもいいしね、別に自分が使うだけですからね、気に入ったらね、あれでって言えばいいらしいですからやってみてください。そしてもう一つ JA94 チャキさんね、チャキさん、神々キングさんおはようございます、イノクラレザー気にはなっておりましたがこれは良さそうですねとキーシェルに飽きたら買おうかしら、サムライプロデュースのスカーフプレート買うつもりですし、テレビキットも欲しい、テレビを見るわけでなく、Fire TV をつないで見るためですと、お金がいくらあっても足りません、とりあえず我慢汁全開で、よだれ垂らして待ってますよだれ垂らしてるねいや僕これ分かるわ、でもね、買いたいものがいっぱいある、私もねありますしね、お金がいくらあっても足らないのですが、今回はちょっと私ね購入してしまいました、ちょっとねこれからね、開封動画となりますが、皆さんね、そんなの見たらね買いたくなっちゃうから見ないということを言わないでね、見てください、ね、よろしくお願いしますではでは、まあ、ちょっと慣れないですけども開封動画初めてやってみましたのでね、ちょっと見ていただきたいと、思います。はい、ではね、開封動画初めてかなやっていきたいと思います。イノクラレザーさんがねこの宅配箱、これめっちゃかっこいいのよ、ほらこうやってちゃんと入ってるのね、入ってます名前がね、もう一回開けてますけどね、ここにはね何宛名が書いてあったんで剥がしましたちょっと汚いんですけどすいません、一回開けてるけどね、ちょっと開けてみましょう。ではでは、ではでは、いきますよ。はい。ダン。あ、これね、まずこういうのが、ちょっと見えてるけどね。隠します。これ、なんか入ってます。こういうのね。そして、出てきました。この、まだね、これはね、開封してませんよ。はい。そして、こういうね、巾着袋と一緒に、入ってきます。で中にはこれなんだろうな、あこれ写しちゃいけないやつだったねごめんなさいね、ちょっと納品書名前が入ったね、まあ、こういったパンフレット類もね一緒に入ってまして、ちょっとこれ無理、切るか、切ります切れません、はい、ということで、こんなようなねパンフレットなんかも一緒に入ってます、レザーの、オールハンドメイドのレザーということでね、革に、関する注意事項なんかも一緒に、入れてくれてます、はい、で、まあ、アンケートのね、QR コードなんかもついてます。そして着脱方法ね、まあこれはいいか、大丈夫だろう、え、ダメ、大丈夫だよね、うん、大丈夫。そしてキーウェアジャケットということで、こういう説明書がついてますね、これどうですか、一応ねまた私のやつ開封というかね、見てはいますけど、このビニール袋からも出してません。こんなので、ね、これも取っときたくなるぐらいさ、いいよね。わかりますこれ。ね。ちょっと軽く開けてみますか。どうですか皆さん。もう3つ目のね、ケースになってますけど。これ難しいのかなつけて、そんなことないよね。これね、ちょっと置いときますね。こっちか、こっちよな。壊したら最悪よね。こう。うん、で、このリングがついてるの。これはいらないね。そうよ、これ。どうですか。一応ね、これ、エクスポのさ、内装の色に合わせてみました。ねえ、これ、いいでしょ、いいでしょ。
ステッチをねちょっとまあベージュというか、オレンジにねしまして、シルバーの金具とでこのとなんていうんだここは、これなんか名前ある名前は付属の二重リングのああねあはいはい名称がついてないよね名称はこれこの取っ手みたいなところねこれは、選べますこのオプションでねここも選べますしこの金具自体も選びますそして CX60 ズームズーム私といえばズームズームということでズームズームのロゴというか文字を入れさせていただきましたこの色もね、そして字体も選べます字体もねいやこれいいねちょっと私のキー入れてみますよ白だとあれかなどうやろうどうだなどうかな入れてみましょうかこれね、キーシェルつけたやつ白のねこれ入れてみましょうかとりあえずねこのまま入ると思いますのであれ入らないいや入りますよねこれ合ってますか合ってませんか逆だよねこれがこのなんでボタンがこっちのこれこの穴の開いた方にね向かないとダメだよねアホやなで、まあ、これがねこう出てきますからマークがね、はい、どうでしょうか実際、マークがねちゃんと出るのか出ないのか、まあ、これキーシェル純正じゃないからなでもあちょうどいいんじゃないねこれ白でもそんなおかしくないねうんあの前に動画で出したこのこっちのね、赤い方はなんか白を入れちゃうとなんかおかしかったような気もするけどでも黒の方がいいかねどうでしょうかこの白のめっちゃ良くないこれどっから出すのあこれ真ん中から出すんだねこういう感じかあごめんなさい見てないこういう感じねはいおどうですかどうですか皆さんうわめっちゃええわこれ後でね見せますけどね私このデザインこのステッチのねベージュのステッチに黒のデザインが実は好きだったっていうことブラのエクスポのね内装もしっかりね、なんか持ってるものバッグとかねあと名刺入れなんかもねちょっと似たようなデザインが多くてまあよくあるデザインといえばデザインですけどもなんかすごくねなんか集まってきちゃったなっていう感じがしますはい、これ黒入れてみます？黒ね。結構ねきちきちよきちきちきっつきつよ取れないもん壊しちゃいそうやなどういうこと？どういうこと？なんで取れないの？爪が爪が赤赤赤ちょっと誰かあ、取れた取れた。ちょっと待ってね。揺れてるね。じゃこっち取りますよ。この黒のね、キーケース、キーケース、キーをね、キーケースに入れてみたいと。こっちをね、これを合わせると。あ、黒のがね、すっぽり入るわ。だサイズがちょっとね、おそらく微妙に違うんでしょうね。このキーシェルね。純正品じゃないので。これぴったりだわ。そして、黒のがかっこいいわ。実際、黒のかっこいいな。かっこいいの。どうですか？どうですか？いいよね。皆さん、いかがでしょうか？これ全部自分のオリジナルでできますので、この革のね、色とステッチと金具と、この取っ手みたいなところと、この字体もね、どうに入れるかもできますので、皆さんね、もしね、気に入ったという方はね、一度
一度ね、ご検討してみてはいかがでしょうかということで、まあ、一応この検証というかあの開封動画はね一旦ここで締めさせていただきます。おそらく動画は続くと思いますけども、一旦ね、締めさせていただきます。いやいいね、もうこれしか使わんかもしれないしばらくね、冬の間、夏はちょっとベタベタしちゃうかもしれないので、このキーシャルのね裸のこっちの白いやつね、これを使うかもしれませんけども、でもねこれもいいのよ、これもいいの、これもすごく気に入ってます。まあちょっといろいろ使いながらやってみたいかなと思ってます。はい、ありがとうございました。はい、どうでしたでしょうかいかがだったでしょうか慣れないね、慣れない開封動画でございましたがでもまあ面白かったね、ちょっとねまたあの助けてって言ったら誰かね誰か助けてってね、誰か助けてほしいのよね、あれね、入んなかったり出なかったりするとね本当辛いんですけども、いかがだったでしょうかね。私的にはねこれはね、まあ、7000円ぐらいしますけども、もうね全くもって後悔はないですねこれ良かったと、この手にした時のこの満足感、井の倉レーザーさんありがとうございますと言いたい、まあ、言いますけどね、言いますけどありがとうございますと、本当に心の中からね湧き出るこのありがとうございますが出てくるということで、すごくね満足いく、仕上がりだったし、仕上がりでしたですし、デザインですし、気に入ってしまいました。皆さんもねあのこれを機にねもし井の倉レーザー仲間なってくれる方いらっしゃいましたらね、あの概要欄にねリンク貼っときますので、あのやってみてください。先日の動画で何ですか、色をさ選べるように選べますよっていうのを出しましたけど、このこっちのね動画で出しましたので、もしよかったらこっちもう一回チェックしてもらって、色のね選び方もこう携帯ですけどやってますので、やってみてください。これいろいろ自分のオリジナルの、キーケースが、革製品のね作れますので、これ経年変化も、なんていうんですか、味わい深い経年変化も楽しめるということでございますのでね、皆さんも一つ、お手に取ってみてはいかがでしょうかという、動画でございましたありがとうございました。ちなみにね、冒頭申し上げました、ものがねなんか似たようなものが集まってきたというの写真です。こちらね、これね、どうですかこのバッグのさステッチ、これちょっとね色がね、あのなんていうの、写真だといまいちよくわかんないんだけど、まあなんとなくみんな同じような色なんですよ。でこのポール・スミスなんですけど、このキーケースじゃないや名刺入れね。でこれコード版で、で CX60 のねあのエクスポのデザインにほとんど似てる、ほとんど同じみたいなのね、フロントのところについてるやつね。で色もさ似てるしデザインも似てるしみたいなでこのコインケースはちょっと色が違うんで、本当はね黒が欲しかったんですけど、ちょうどなくてね、まあまあちょっとすぐ欲しかったので、茶色のものを買ったんですけども、まあ、これもまあまあ、 あのコードマンでね、私この最初にこのポール・スミスの、名刺入れね、コードマンのやつ初めて買ったんですけど、すごく良くて、それであの気に入って、コインケースもねコードマンのやつを探して、これはまあ、 ノーブランドみたいなやつですけども、使ってます。そしてこれねあの最後車の中のね、何シートのところで撮ってみました。ちょっとあのステッチがさ似てるような感じじゃないですか。みんなデザインが一緒な感じで、揃ってきてましたというようなね報告でございます。だからなんやねんというツッコミが来そうですけど、いいじゃないですかちょっと言いたくなっただけなんですよ。ちなみにちょっと見えるか分かんないですけど、これ運転席のシートなんですけど、この隙間ね、隙間埋め、誰か言ってたんですよね。ちょっと今すぐ出てこないんですけど、誰が言ったんだっけな、忘れちゃったんですけど、あのセリアだっけ、100円ショップの。これめっちゃいいっすよ、この隙間埋めるやつね。これはね、あの、皆さんね、買った方がいいです。白のシートに合わないか、でも黒しか売ってなかったですけど、黒のシートの方はね、ちょっと言っても、やっといた方がいいかな。これ、この間、携帯が落っこっちゃって、取れなくなるというね、騒ぎが起こりました。これ、あった方がいい。ね、まあ、これ関係ないですけど、ありがとうございました。
はい、ということでね、いかがだったでしょうか。今日はね、もういごめんなさい、イノクラレザーさんね、一色で、やらせていただきました。これはね、もうすごく気に入っておりますし、皆さんにもね、おすすめできるということで、動画を作らせていただいておりますので、もしよかったらね、ご検討していただければと思います。はい、ということで今回の動画が、参考になったとか、良かったとか、面白かったとか思っていただけた方、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。